精密農業機械 TV、これまで、肥料撒きの準備をしてきましたが、今回はその肥料撒きの散布の動画について皆さんにご紹介していきたいと思います。肥料撒きは、北穂波の、2回目の追肥になります。可変石で、散布をしておりますので、ぜひご覧ください。皆さんいかがだったでしょうか。この畑の、散布の方法としましては、畑の境界線に合わせたセクションコントロールということで、今、動画では肥料が撒き始めたように、畑の中で、二重散布を防止するようなセクションコントロールの機能を使っております。そしてご覧のように畑が剥げているところでは、肥料のレートを変えて、生育のいいところではまた、散布を少し抑えているというような、散布の方法を行う可変石肥の方法をとっております。このセクションコントロールと可変石肥の、散布を同時に行い、必要な場所に必要な量だけ、肥料を散布するといった、散布の方法でした。ご覧のように畑は前回動画でお伝えしていたように水浸しになってしまって死んでいる部分がかなりありますが、そういった畑を頑張って生育し施肥を行って、どのぐらい復活するのか、収穫まで頑張って育てていきたいなと思います。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。
また今後も、この精密農業に関わる情報を発信していきますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。